れ様です。速稼塾の久保です。それでは今回もね、アラフォー、アラフィフ、悩める男女のための小部屋をやっていこうと思います。今回は50代の男性からのご相談で、結婚を後悔しているというね、まあ、そんな大筋でございます。これ前回の予告編でもありましたけども、ちょっとね、ピンとくる方結構いいんじゃないかなと思います。特に50代の男性ってね、こういう風にね、なんとかブルーっていうらしいですけども、結婚を後悔して独身だったら俺どんなに自由だっただろうっていうふうに考える時期が来るそうなんですよ。特に結婚生活が10年とかね20年になってくる、まあ、それ以上の時期になってくると思いますから、やり残したことがたくさんあることに気づいて、まあいろいろとね思う夜があるんじゃないかなと思います。まあ、それでも温かい家庭とか成功している仕事っていうのがあればね、十分に引き換えにできるものがあるというふうに感じることもできると思いますけども、家庭にも恵まれず仕事でも冴えないということになると、さすがにいろいろ後悔するんじゃないかなと思います。さあ今回もね、そんな気持ちに寄り添っていきましょう。でちなみに今回固有名詞出てきますけども、いただいた手紙はご配慮いただいて、最初から全員仮名、そして住所も仮説になっております。つまりここにはねパーソナリティは出てきておりません。まあ、しかし似たような境遇ということでね、多分感じ取ることができるんじゃないかなと思います。その辺を差し引いてご覧いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、久保哲郎様、件名今後のキャリアと家庭について相談させてくださいということで来てますね。はい、久保哲郎様、梅雨明けの暑さが厳しい中いかがお過ごしでしょうか。突然の手紙で恐縮ですが、私たかしと申します。これ仮名ですね。もう長い付き合いですが、これはもう長い付き合い、本当です。5年ぐらいになります。最近いろいろと悩んでおり、久保さんなら何か良いアドバイスをくださるのではないかと思い、こうして筆を取りました。メールですけどもね。現在私は55歳で、妻のキミコは51歳。これも仮名です。娘の彩子は15歳です。広島県福山市で一戸建てに住んでおり、住宅ローン残債は1500万円ほど残っています。まあ、なんとなくね家庭像が見えてきたと思います。そしてここからね仕事のことに入っていきます。仕事は地元の企業で事務職として勤務しております。入社して20年以上になりますが、残念ながら目立った成果はなく、昇進もままならず、いつリストラされてもおかしくない状況です。最近は仕事へのモチベーションも低下し、毎日憂鬱な気持ちで過ごしています。家庭生活も決して順風満帆とは言い難く、娘の彩子と妻のキミコとの間で最近何かと衝突することが多くなりました。彩子は思春期真っ只中ということもあり、反抗的な態度を取ることが多く、キミコもそれにイライラしてつい必要以上に厳しく叱っています。私も何かと仲介しようと努力しているのですが、うまく言えず、家庭の雰囲気もなんだか重苦しくなってきました。ここまでをまとめると、家庭の方はね、まあ、奥さんが思春期の娘さんに強く当たることが結構多くて、そこに、まあ、うまく入っていけない、お父さんって感じですかね。まあ、女同士でやり合ってる中に男性が入っていってもね、弾かれるばかりですからね。特に反抗期の思春期真っただ中の娘さんと、それからね、まあ、いわゆるちょっとこう倦怠期といいますか、カップル熱々の時期を過ぎてもう生活に疲れ出したね50代の男女ペアともなると、そういう風になるのかなと思います。はい、さらに仕事も家庭もうまくいかず、将来への不安が募り、毎日悶々としています。このあたりの心配から5年ほど前にね、私の方に連絡を下すって速稼塾に入塾して、それからの付き合いってことになるんですよね。久保さんはキャリアコンサルタントとして多くの人の相談を受けていた経験をお持ちだと思います。もしよろしければ、私の現状を踏まえて今後のキャリアと家庭についてアドバイスをいただけますでしょうか。具体的には以下の点についてご意見を伺いたいと思っております。さすが私とやり取りしているだけであって、いい文章のまとめ方です。最後に何を聞きたいのか3つにまとめてるんですよね。素晴らしいと思いますよ。はい、今後のキャリアプラン、今の会社で働き続けるべきか、転職や独立を考えるべきか。2つ目、家庭内コミュニケーションの改善方法、彩子とキミコの関係改善、そして家族全体の雰囲気を良くする方法。3つ目、将来への不安の解消方法、老後資金の確保、人生の目標設定などですね。
時間があればお会いして直接お話しさせていただきたいのですが、もし難しい場合やメールや電話でも構いませんと、ご都合の良い方法でご連絡いただければ幸いですと。これは別途連絡しますね、お会いしましょう。で、長文失礼しました。今後ともよろしくお願いしますということで、2024年5月31日、本当に数時間前にいただいたメールということになります。それじゃあね、この3つのこちらの方からお答えしていきましょうか。1つ目、今後のキャリアプランですけども、今の会社で働き続けるべきか、転職や独立を考えるべきかってありますけども、これ今まで私何回も言ってきましたよね。転職や独立を考え始めたから5年前速稼塾に来たんじゃないですか。その時似たような相談受けましたよ、仕事についてですけどね。ずっと事務職をされていたって言いますけども、経理とか総務やってればそんなもんなんですよ。で、経理とか総務ってそんなにね複雑な作業が増えていったりとか顧客がバーンと増えていくわけじゃないんで、基本的に会社の規模が大きくなって社員が増えない限り経理とか総務って仕事が増えないんですよ。だから給料は増えないんです。それを前提に入ったんじゃないですか。だから事務職って言ってもね、ほんとみんな憧れるんですけども、はっきり言っていつ辞めてもその次の日から新しい人が継続できちゃう仕事なんですよ。で、営業職とかっていうのは違いますよ。お客さんとのつながりとか、それから各部門のコネクションっていうのは必要なんで、経験がものを言うところなんですよ。だから営業職ってのは最初は冴えなくても10年20年と給料が上がっていったりとか、社内での立場が高くなるんですよ。だからそれね、この今回高橋さんね、最初の入り口間違えてるんですよ。仕事の中で何をやるかっていうところ。でも当時はそれで良かったんだと思います。なんか商学部かなんかのね、会計士かなんかの仕事の簿記の資格かなんかで採用されたから、それを活かせる事務職にっていうのは会社の意向でもあったし、高橋さん自身の考えでもあったと思うんですけども、そうやって会社にいる中でキャリア形成をして、横移りできるようにしとかなくちゃいけなかったんですよ。例えば企画に入るとかね、同じデスクワークでも、その他人事に行くとかね、そういったチャンスはあったはずなのに、それを怠ってきたわけじゃないですか。本来なら経理とかそれから総務に入ったんだけども、途中から人事に行くみたいなこともできたわけですよ。まあでも人間との対話をこうね拒み続けて、結果こうなったわけじゃないですか。ただ私は思いますけども、高橋さんそうは言っても人間関係苦手だって言いますけども、奥さん口説いて結婚してるわけですから大丈夫です。だからそこに立ち返ることですよ。奥さんにプロポーズした時、奥さんにそれを OK してもらった時、それがだから一つの契約なんですよ。だからどんな難しい契約も、どんな難しい交渉も、高橋さんはできるんですよ。ね、だって女性を口説いて結婚したわけですから、できますよ。ね、相手方のご両親ともお話できたわけでしょ。全てに OK をもらったから今日の暮らしがあるわけですよ。そこは忘れないようにしてもらいたいと思いますね。で、転職や独立を考えるべきかってことなんですけども、こんなのもう5年前に考えに考えて考えたわけでしょ。でも結局、転職したり、独立したり、いう風な具体的な行動してないんですよ、ね、だからここ書いてますけども、今考え始めたわけじゃないでしょ、これ今後のキャリアプランなんて。ただ明日延ばし先延ばしにして何も変わらずに5年後の今日が来ちゃったわけじゃないですか。だからそういったところはご家族の方もね、進歩がないお父さんっていう風に見ちゃいますよ。仕事でね、新しい世界を広げていることを朗々と家族に話してますかってこと、もちろん仕事を家庭に持ち込むなみたいなこと言われますけども、それはね、つまらん仕事を持ち込んだらそう言われるんですよ。うわー、さすがだなお父さん、社会で第一線張ってるのはかっこいいなって思われるような仕事を家庭に持ち込めば、家庭に持ち込むななんて言われないですよ。だからそこはね、きちんと考え直す必要があると思いますね。これが一つ目、ね、厳しいことですけども、じゃあ具体的にどうするかっていうと、それはね簡単ですよ。50代のうちに会社を辞めて自分の事業を始めてください。で、50代のうちにって言うとあと5年でしょ。はっきり言うけども、5年前にこれ言ったんですよ。だから今高橋さんは自分のビジネスで、自分のビジネスですよ、家庭を支えている立場になんなきゃおかしいんですよ。そうなったら家庭の見方も全然違ってくると思います。結局ね、高橋さん自身が会社に養われていって、そして高橋さんが家庭を養っているっていう、なんか結局丸がかえで会社のお世話になってるところがあるから強く出れないんですけども、家の中で使うね1円たりとも俺自身が稼いできたんだっていうふうな自信を持たなければ、やっぱりね強く出れないところと
ぱあやふやになっちゃうところがあったりとか、筋が通らないわけなんですよ。だから高橋さん自身が雇われてるって感覚がもうありすぎるんですよ。依存してるっていうね、組織に。だから高橋さん自身が、まあ、アマちゃんなんだと思いますよ。で、二つ目です。アマちゃん、高橋さんのウィークポイントがここでも出てます。家庭内コミュニケーションの改善方法です。ね、これはね、高橋さんが奥さんにも嫌われたくない、娘さんにもいい格好したいと思ってるからこうなってるんですよ。あの、奥さんと娘さん、いわゆる女チームと男一人でしょ。これ孤立するのしょうがないんですよ。だから、毅然とした態度を見せ続けることです。ね。あの、男の嫌なところをもっと出していいんですよ。その代わり、きちんとした愛情とともにですよ。もうちょっと具体的に言うと、例えば、娘さんとね、奥さん。この二人が、なんでやり合うか。それは、たかしさん自身がこの二人にとっての共通の敵になってないんですよ。だから、目の前でいさかいを起こすんですよ。ね、もうちょっと具体的に言いましょうか。ギャーギャー言ってんじゃねえと。お前、くだらないことで、対立せんじゃねえと。もう、やかましくって帰ってこれねえじゃねえか、みたいなことね、うん。ちゃんと敵になってあげることなんですよ。そうすると、奥さんと娘さんは協力して、お父さんなんか嫌だよね。お父さんうるさいよね。お父さんうざいからもうこっちの方でまとめとこうっていうふうにだんだんなっていくんですよね。だからなんかね、お父さんが、高橋さんがどう見えてるかっていうと、奥さんから見たらいつも娘の味方になって腹が立つってなるんですよ。だから高橋さん娘さん対奥さんたる自分っていう風な構図になってるからもう気に入らないんですよ。で今度は娘さんからするとね、結局お母さんの肩持って私から見るとうざい二人組に見えるんですよ。だから娘さんから見ると高橋さんと奥さんが一つのグループになって自分をね、子供をやっつけようとしてるって思われて、高橋さんのどっちつかずな態度が両方にとって敵に見えてるんですよ。だからそうじゃなくって、お父さんは自分の味方だから、だから安心よねっていう風に見せたいんでしょうけども、今は無理なんでね、共通の敵になってあげることです。そうなるとね、何が起きるかっていうと、高橋さんがいないところでは、おそらく娘さんも奥さんも対立してるかもしれないし、なんかそこそこね、いがみ合うかもしれないですけども、高橋さんが帰ってきた瞬間に二人が団結して、今度、対お父さんになるんですよ。そうやって共通の敵を持つことによって、それまで敵対していた2つの勢力が手を結ぶっていうね、そういう風な瞬間になってくるんですよ。それを繰り返すことによってだん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 絆がほぐれてきます。で、本当に意地悪で嫌な人になっちゃダメですよ。だからそこに愛が必要だってことは、家族を守るためにやってることだってことですよね。でも今の段階では高橋さん自身が家族を守るために働いてないんですよ。家族を守るためにやってることがないんですよ。だからそれも強く出れないでしょ。だからそこは高橋さん強く持たないといけないですよね。そのためにも早く会社を辞めて自分の城の中で自分の家族を養うっていうようなね、覚悟を持つべきじゃないですか。で、別にこれね、ビジネス失敗しても家があるわけでしょ。で、娘さんもね、独立する年じゃないですか。娘さんも親の庇護がないとやっていけないような年齢じゃないんで、あれだったらもう出ていきますよ。もうね、来年16じゃないですか。まあ、高校生でしょ。それでも、お父さんのお世話にならないといけない、お母さんが必要だと思ったら、自分の判断で、その家から出ることをね、せずに、その関係を維持することを望みますよ。いや、それが落としどころですね。なんとなく、お父さんには素直にならない。お母さんも気に入らない。だけども、高校出るまでは、自分の立場はこの家庭の中にいるんだと思えばね、やっぱりこう最低限の言うことは聞いてくれると思いますし、それは耐えていかないといけない。理想的な精神像を送っている娘さんとの関係っていうのは多分ないと思いますけども、それは受け入れないといけないところじゃないですか。高橋さんからするとね、娘さんに気に入られて、パパ日曜日には一緒に買い物行こうとか言ってね、誘われたいんでしょうけども、そういうのは残念ながらなかったわけですよ。それはもう今までね、15年間娘さんとの付き合い方でできたものなんで仕方がないですし、娘さん娘さんで、家庭以外の別の姿をいろんなところでね、演じてきてますんで、何もかもね、親との付き合い方でそうなっちゃったわけじゃないんですよ。友達の影響とか、コンテンツを見た影響でね、
かっこいい自分を追い求めた結果、家族とベタベタするのはなんか割に合わないと思うからそうやってるわけですから、じゃあそれを演じさせてあげればいいんじゃないですか。でもね、あの人生まだこれからね、娘さん過ごす中で世の中ぐるっと見て一番親切な他人はやっぱりお父さんやお母さんだったってことに気づけば自然に戻ってきますから、その時に家族というもののストーリーがスタートするわけですよ。今はまだね、デコボコしながらやってるとこですから、ここで理想的な家族円満、家庭円満、映画みたいなね、そんなダンディーなお父さんを演じることはほとんどの人できませんし、そうするもんでもないと思いますよ。だから家庭内のコミュニケーションの改善方法ですけども、ここね、きちんと嫌われてください、ね、理不尽な嫌われ方じゃなくって、家族を守るために気に嫌われてるんだったらそれは受け入れていきましょう、ね、内憂外患って言いますけども、男はね、外に出てもいっぱい敵を作ります。だからといって安らぎの場、家に戻ってきてもそこにも敵がいるんですよ。そういうもんだと思ってそれに耐え抜いてね、360度敵がいるっていう状態で鍛えられてください。きっとそういう風な人生を過ごすと60代素晴らしい人生がね、取り戻せるんだと思いますよ。くよくよすんなってことですね。で、3つ目、将来への不安の解消方法ですけども、これはね、あの老後資金の確保これはね、将来不安の解消方法なんて勝手に不安に思ってるだけでしょ。それこそね、あの預金残高に1億円とか2億円あったら将来の不安がないと思ってるかもしれませんけど、ありますからね、そんななくならないです、そんなこと。 で人生の目標設定、人生の目標設定って何ですかこれ、幸せになることじゃないですか、それ以外別にないでしょ。じゃあどうやって幸せになるかっていうと、今日幸せに生きなければ人生の幸せはないですよ。今日思い患ってね、将来どうなるか分かんないって言ったら、それ10年後も将来どうなるか分かんない、同じ答えに行き着くわけですよ。健康の問題、人間の問題、死別の問題、いろいろあるでしょ。だからこれはね、不安の解消方法って不安を持たないこと、持っていたら不安を楽しむことですよね。あ、自分にとっての不安ってのはこういうものがあるんだ、じゃあどうやって付き合っていこうかなって考えることなんですよ。それは個別一個一個の具体案をまずお話しします。それはお会いした時にどんな将来不安が明確にあるのかを聞きます。それに対してはどのようにね、考えていけばいいのか、行動していけばいいのかってことを一つずつ私がお答えします。ですからね、将来の不安っていうふうに書くとすごく曖昧ですよ。ここに書いてますけども、老後資金の確保と。老後資金の確保って言ってて、いくらあったらあなたは安心なんですかって。いくらなんですか？ここに書いてないでしょ。いくら。あといくら足りません。あと人生の目標設定などって書いてますけどね、人生の目標なんてね、いくら今日立てたところで来年には変わってますから、でコロ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 変わるんですよ。目標達成する前に変わるんですよ。そもそも目標達成っていうけども、目標設定した次の日には忘れてるでしょ。その程度の目標なんですよ、おおむね他の人にとってはね、多くの人にとって。だからこの辺も人生の目標設定は何にするべきかってことは、今度はね、数値化して出していきましょう。これをすると、あのちゃんとしたね、ブレない目標はできますので明確になると思いますよ。はい、今日はそんなところですかね、まあこのぐらいかな。だからね、あの自分の人生にだけ起きた特別な問題だと思わないことですよ。あのなんていうのかな、国語算数理科社会、奴隷にとってもなんか頭が痛い問題でしょ。それと似たようなもんなんですよ。なんだろうね、50代になってね、この程度のことが起きるってことはよく予測しとかなくちゃ、結婚したらこのぐらいのことが起きそうだってことは予測しとかなくちゃね。まだ他にも起きる可能性があったことは無数にあるんですよ。それが起きてないから思いついてないだけでしょ。だから多少のシミュレーションは必要ですから、結婚生活に向かうにあたって。でこれからね、結婚生活を続けてなんか娘さんがどうとか奥さんがどうとか思ってると思いますけども、奥さんとの死別もありえますし、娘さんがどっかに行ってね、嫁いで帰ってこないってこともありますから、その時にまた新しい悩みに気づくでしょう。今そんなこと考えてないですよ。逆にね、娘さんも今はね、なんか割が反りが合わないけども、早ければ 3、4年後、遅くても10年以内に自分の名字を離れるんだなと思ったら、なんか一緒にいる時間って短いと思いません？だからといってね、嫁ぐこともなくずっと家にいて、娘さんがね、40になっても50になってもお父さんお父さんってね、ベタベタしてくると思います。もしくは40になっても50になっても、あの親父うぜえよって言い続けると思います。本当に一瞬なんですよ、娘さんが今こういう姿を見せてる。
まあ、確かにね、これから高校生になる娘さんのいろいろ成熟する中でパパと仲良くなしてくれるみたいなことをね思い描いたらなんていいだろうと思いますけど、ならなかったわけですから、でならないのはそんなに特別なことじゃないですか。まあどうなっちゃうんでしょうね。ね。あとはお会いしてからお話ししましょう。じゃあ。